こんにちは、ブルーホースです。今日はなんか穏やかな1年になる気がする。29年目、はい、割ることのできない数字やってまいりました。100年目破産するブルホス社長やってまいりたいと思います。ということで、プカ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 浮いてるところから優雅な気分なんですけども、こいつの借金半端ないからね。いや、もうみんなでさ、もうあのおへそとかのもうお尻とかいっぱい撫でてさ、もう慰めてあげてくださいよ。おや、貧乏神の様子が、これはまさか泣き面に走ったこのなんでございましょうか。泣いているところにさらにおめでいい剣をぶっ刺していくスタイルです。うわ、かわいそう。キングボービー。まああれですよね。何今月からだと。いや、今月からやってくれないのかな。しかもめっちゃ横に浮いてる。めっちゃ逃げるやん。まあ19億を手に入れたことで急に圧倒的豪遊。演歌の親父記念館ってなんだろう。演歌の親父とかあれ、北島三郎とかな。サブちゃんって北海道の方だったっけ。ちょっと僕あんまりよくそこら辺分かってないんだけど、とりあえず特急カード作ってくる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 回っていきましょう。くる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 、あと12マス。じゃあ、どっちから行くのか、こっちから行くのか、ちーかーい。回りましょうよ、あーきー。それだったら秋行く方がいいよね。あーきが効いて、あれも大したあれだね、お金稼げてないですよね。あれ174億か、なんか一時さ、570億とかもって思ってたのにさ、大したあれだったよね。300億の物件を買ったから、俺一気になんか、あの、2000何百億って言ったのかさ、一体何になるのかなとか、あなたあれなんだ、座線組めるほど足があの長くて、ちょっとスラッとしてたんだ。なんかもうあの足を組むというどころかな、もう座ることのできないくらいデブなのかと思ってたけどな。さあ、ぐるぐるぐる、あー、すべてのカードを奪われていくんでございますね。あれ、もうカードを失うことによって、対してさ、こいつ持ってるカード取ってないじゃないか。カードね、全然大したカード持ってなかったと思うんだけど。で、お前は本当に行ったり来たりすることが大好きでございますね。小銭を稼ぐ大好きマンですね。うん。まあ、あの、プラスになっているだけね、あの、どっかの陽気費さより全然マシなのかもしれないですけど、これどうしよっかな、これ。ぶっ飛びは今したところで面白くもなんともない。じゃあ、最高のじわっと進んでいきましょう。ダララー、タタタタタタ。いいだろう、マイナスになってやろうじゃねえか、テラリーン。くそー、この子のマイナスが腹立つんだ。なんかチンコだな、チンコが立っちゃうな。被災者に言いましょうか、って。こんな下品なね、ことばっかり言っててね、あのね、本当に、ね、あの、会社の人とかもね、結構ね、僕の動画とか見てくれたりしてるんですけど、マジでね、あのね、会社ではさ、そのさ、例えばさ、なんか女の子と一緒に飲みに行くとかってなった時にさ、なんか奥ゆかしい感じでさ、なんかあの、超素人童貞みたいな感じの雰囲気を出してるのにさ、こういうところだけなんか生きててさ、お前キャラどうなってんの、崩壊してんじゃねえってことをボロクソに言われてるんですよ。でも大丈夫、安心して、あの、あっちで見せてる姿が、あの、偽物の姿で、本来はこのくらいですね、私、下品な人間でございますんで、はい、下品で、あの、もう臭くてたまらないってね、あ、大丈夫、毎日、一応お風呂には入ってる、あの、加齢臭を気にして耳の裏めちゃめちゃゴシゴシしてる人間なんで、ご安心ください。ということで、戸田清水に行きましょう。タラッタッタッタラッタ、まとめ買い、ジョン万次郎ゲットでございます。芋けんぴ、塩けんぴってなんだ、よくわかんないね。はい、ジョン万次郎、ありがとうございます。坂本龍馬と大の仲良しでございます。この後、はい、英語、数学、公開術など、首席を取るほどに元気になりまして、ペリー来航が来た時に、ペリーのあそこをペリペリしちゃったって、なんか川がもう、やりやった、リニア収入、こんな仕事あるか。もうなんかさ、何年か前にさ、なんかあのレインドーと私の重なったらワンナイトラブで一生懸命私がご奉仕してあげますわって、私の童貞をあなたに捧げますとかって言ってさ、なんかレインボーの新幹線とか走ってたけどさ、そしたらどうでもよかった、よくなったもん。これちょっと万次郎の方がもう最高ですよ、ラブですよ、マジで。で、よき姫、お、そろそろレッツハバパーティー、イエーイ。なんだよ、キングデビル1匹なんか大した額じゃないって。俺なんかキングデビル2匹連れて散歩してたんだからさ、なんたかだか18億、かわいそう、1匹で8億、わお。でもキングデビルがさ、デビル3匹か4匹分よりもさ、しょぼいってさ、なんかさ、悲しいよね、虚しいよね、ダサいよね、カス、うん、なんか悪口しか出てこないよね。ってことでさ、私が今回1を出してみせましょう。ズンズズン、ほーら、四万十川ゲッツ、チャー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 、ジョン万次郎のおかげで私もついにゴールすることができました。ありがとう、ジョン万次郎。いつか土佐に行ってカツオの叩きをタタタタしてやるぜ、ベイベー。援助金21億。なんかじわじわ1億円ずつ増えてってるよね。2連続5億。2連続だったら5億、しょうがないな。やっぱなんか100連続くらいで止まらなきゃいけないかな。さあ、残り、なんとは30の70だからと、うわぁ、急に遠いことめちゃめちゃ遠くなる。ちょっと待って、みんな近いんじゃない？俺だけやん、こんな遠いの。ってことはもうぶっ飛ぶしかないよね。ってことはまとめ買い。なんかしれっとあのフィギュア博物館も買ってたわ。よし、おめでとうございます。じゃあやめましょう。ちゃっ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 ちゃ、なんだ？走れエロス？もうどんなエロスなんだよ。走れエロス？ちょっと待ってね。走れエロス？
ああ、そういうことか。ね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あと、走れエロスなんてさ、もうそんなさ、もうそんなダメだって。もうそんなやばい言葉なんかダメだって。もう、なんか、こっちが誘導してるよね、完全に。でも完全にゲーム側が誘導してるよね。はい。これは完全にさ、しかも、芥川賞受賞、びっくりした。てっきりさ、あれ、太宰治じゃなくて、芥川だったっけ、社用書いたのって思っちゃったけど、そういうことじゃないね。8億円分もさ、本が売れるって、何部作売れたんだ、何部売れたんだって話だよね。だってさ、仮に1000円で1冊売ってたとしてもさ、ねえ、小説ってそんな今さ、1500円とかで売れる時代なのかな、わかんない。なんか1200円とかそのくらいの感じなのかなとかと思ってるのするけどさ、果たしてどうなんでしょうか。307億10さ、どんどん増えていきますね。これはあれだかな、やっぱ特製霊カードなのか、自分の地元で何とかするっていうところ。うわー、こいつめちゃめちゃ近いですやん。あれ、あ、とりあえずキングボンビーをつけようという算段なんですかね。だってさ、東野までさ、めちゃめちゃ近いのにさ、なんか自ら離れてってるよね。あー、ボンビーがその世界に連れてかれてさ、なんかお口パックンチュされて毎月。でもさ、あそこの世界って結局マイナスが1億程度とかだからさ、大した額じゃないんだよね。金などいらんのださ、お前も早速借金生活を背負うがいいわ。73億、せっかく函館買ったのにね、独身してたのに、独身じゃねえや、独身貴族頑張ってたのにさ、結局40億。お前らほんともうずっと破産しっぱなしかな。もっと頑張れよ。もっと俺にふさわしいくらい稼いでくれよ。さあ行きましょうか。こうなりゃやけですな。どこまで行くよ。気の吹くまま、行くまま、そっちに飛んで行け。さあ、リニアが手に入っているから、あ、しかもこれ北海道まで行くんじゃないか。あ、やったってか、待って、お、陸別まで来た。やった、無別の陸別なのよ。来たね、陸別まで来てる。そうなればもう安心でございます。トピックスレスクが全然無罪だい。あれはカボスっていいよね。さ、あのさ、柑橘感のあるさ、柑橘感ってなんでさ、まあでも、なんかカボスっていいよね。うん。見た目がいいよね。みかんの形をしてるやつの中でもさ、やっぱ緑色のやつってさ、すごいスッキリとした酸味感があるっていうイメージがあって、シークワサーとかさ、もそうだけど、やっぱり、たまらん畜生ってところだよね。さあ、どんどん、もうなんか借金1000億くらいまでこうなったら、そのこと言ってしまえばいいんじゃないかって思ったりもするんだけど、皆さんどう思いますか。さあて、頑張ってこう、やっぱりあれなすりつけようとして、あー、ついになすりつけやがった。しかもぴったり重なって、今チューいただきます。だから何なんだって、何かをいただ、あ、カード持ってないもんね。あ、それでもやっぱ26マスあるんだ。結構辛いでございますね。で、リニア収入行きたいところなんだけど、福袋の顔をまあ最大限発揮させたいと思います。で、まあしっかりと、あかんにも行きたいな。あかんに行くのはあかんのかもしれんけど、あかんには行きたいんだよな。帯広全部じゃあまとめて買っちゃいましょう。なんだ、たかだか15億16億程度かな。安い、そんなもん俺がいくらでも買ってあげるかな。はい、ということで、じゃあ仕方がないからの、重なるためにも俺の方に近づいてこなきゃいけないで、しかもさ、カードが全く使えない状態の中でさ、6も出したらさ、雷神にもなすりつけることができないから、あれ、ついにマイナス8枚すぎるわ。いやい、おめでとう。ってことは今月でついに、あー、でもギリギリあれかな。あー、でもボンビレスの世界にいざなってあげるということなので、さらにマイナス、ついに400億。あー、でもか、あ、羨ましい、カードが全部なくなるとは、なんだと。うーわー、めちゃくちゃいいですやん。ただの得じゃん。なんだ、400億の借金突破するのかなって、めちゃめちゃ逃げますやん。絶対にあれだね、ボンビーをなすりつけられませんぞっていう確固たる決意が見れるよね。でもどうせ俺がゴールしたらお前になすりなすなすさせられるんでさ、かわいそうに、本当にもう勘弁してくださいよ。さあ行きましょうか。じゃあこっちの方進んでて、とりあえず最短ルートで向かっていきましょう。赤に向かうメリットっていうか、今のところ私の方にはないのかもしれませんからね。はい、ということで、トバコマイを買っていきましょう。でもなんか誰かが持ってたと思ったら、そんなのは気のせいで、きっと気のせいでした、きっと君は来ない。でも同じ 1% なんであれば、こうしといて、こっちの方がいいんじゃないか。はい。でも残り10億か。あれだね。あれが来たら終わるな。なんだったっけ。台風が来たら終わるんだけど、でも結局トピックで私稼ぐことができなかった。今月は残念ながらトピックがなかったんだ。残念無念。また今週ということで、ニセコで偽物を買ってしましょう。わー、よかったね。1回の被害を受けるだけで。しかもさ、キングボンディのお前、お尻の穴舐めろよ。ペロペロしろよ。お前そこまでやってもらったんだから。キングデビルとデビルとリトルデビル全部なくしてもらったんだからさ。もう借金しか勝たん、マジで。もう借金しかしてないんだよ、お前ら。もう全員赤マイナス、どんまい。普通に進みましょう。サイコロコロコロ、ミコロコロ、合わせてコロコロ、ムコロコロ。じゃあ、とりあえず室蘭に行きましょう。室蘭に行って、1000万の物件をあえて2つ買っちゃいましょう。カレーラーメン。ラーメンはやっぱりうどんなんだよな。どういうこと、意味がわからへん。
どっちも麺なんだけどさ、せめてさ、カレーはやっぱりうどんなんだね、意味わかるよ。なんでラーメンはうどんなんだよ、なんて麺としての種類が違うから、お前それぞれのさ、あの、うわなんかめっちゃ近いところになんか、そしてワンターンで進化するとは、やばい、このままだとなすなす、やばい、乳首に、あれ、貧乏神の B が乳首の B だったのか、ベイビーからの、からの、あ、よかったね、たまにはそういうベイビーボンビーになっておかないとね、うん。でもな、あの、お小遣いとして奪ってけどさ、でもさ、お前らさ、378億とかさ、40何億とか借金を背負ってるけどさ、それでもお小遣いを渡すことができるって、財源どっから出てんのよ、本当に。どういうこと、どういうこと、そのさ、理解ができないんだけど。ということで、くる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 、ゴーギリギリ、ゴーこういう場合は、あ、でもどちらにせよプラスマスしか行くことができないんであれば、もうこっちに数えて、あいつになすなすさせてあげましょう。あいつになすなす、ミサのサンス。うわぁ、でもこんなさ、1800万とかさ、てかだかミニボンビーの1ヶ月分のお小遣いしかさ、渡すことができないなんて、私、本当に貧乏人でございます。申し訳ございませんでした。なすなすしてってください。本業がゴールたどりつけるんかーしまった、やっちまった。くそー、ここに来て、どうやくか私言われる。でも借金、あれだよね。さ、あの、現金をお渡しした後になぜか借金をか、あの、全部チャラにしてあげるっていうね。いいじゃん。プラス354億もさ、あの、ゼロにしてくれるなんてすごい親切な人たちだよね。まあ、どうせならもらってゼロにしてからプラスにしてくれたらありがたいのにっていうところを、なんかすごい贅沢な声で聞いてくるんだけど、そんなことはさしてあげられないよって石垣島、急に端っこ行きますやん。めちゃめちゃ遠いですやん。どうやってたどり着くか。そうだ、リニア周遊で回っていこう。頑固に行くなんてあかんってさ、マイナス駅、ここに来てさらにマイナスを増やしていくっていうか、だからお前の財源どうやってミニミニボンビーにお小遣いやってってるんだっていうか、まあ、51億程度の借金なんかあなたなんかすぐ返すことができるでしょう。さあ、ということなので、じゃあ、まずはリニア周囲にグリックマー近づいていきましょうか。リニア使い切ることができませんぞ。わー、ぐる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 、てん。さあ、今何マスだ ?30 マス。一気に50マスまで残り少なくなっていきますかね。いいですね。あ、違う、あ、どこだ?あ、こっちの方、これどういうこと?どういうこと?北海道がでっかい道すぎてさ、あ、空路をどんどん進んでいきましょうと。いいでしょう、いいでしょう。空路をどんどん進んでいって、ふいーん、ふいーん。あ、しかもこのまままっすぐ行くとさ、カード橋に止まれるんじゃないか。もう、はした金なんかいらない。カードが何か手に入って面白いことが起こる方が私にとってはもう得なんです。あー、おマスだ !1 月のおかず、わー、しかもミニボンビーのさ、1ヶ月分の小遣いにもなりゃしねえって、止まったところで何にも面白くなったでございますね。さあ、残り50マスで、こいつらの移動手段がないというところで、果たしてどう進んでいくのがいいんでしょうか。まあ、ちょっとでもお小遣いを稼いでおかないと、でもさ、借金をしたところでさ、別にさ、あのな、売り渡さなきゃいけない物件を1件でも持っているわけじゃないからさ、もうそんなの一切気にしなくてもいいんじゃないって。やったね、1700万円おめでとう、借金返すことができて、ミニボンビーの出現ターンが少なすぎて泣きそうだわ、マジで。ということで、リニア収入どんどん回って、ありがとう、ジョン万次郎。さあ、飛んでいきましょう。35、残り16。ってことは、残りは特急周遊でぐる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 回っておけば、なんとなくいつかたどり着くことができるんじゃないか。戻ります。こちらですね、あっちの下の方行ったら果たしてどこに行くんだろうな。小豆島ってのかなのかな、ちょっとよく分かってないんだよね僕あんまりね。伊豆大島、あー、いいですね、いいですね。だから25ってことは、これはもうあれじゃないか、陸路にもうそこでたどり着くと、その近くまで行くことができるんじゃなかろうか。なんか急にあのマス目が進まなくなってしまって、さあボン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 進んでいくから、わあ、なんかあの黄色に染まった私のマスがたくさんありますね。すいませんね、私が会社持ってきて、カジキ、マグロ、潮吹き、クジラ、あ、潮吹き威力150、命中率100で、あのそれをペロ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 やってたあの男優さんのお顔にぶし、借金はでかい6億、危なかった。9億も持っててよかった。いつも現金で持ち歩いてます。財布に全部9億入れてます。さあ6、こいつらあれだな、あの多分 ヘコリプターだな。ヘコリプターを狙ってるってことなんだな。オッケーオッケー。おや、貧乏人の様子が借金まみれになろうとしているぞ。そんな気がしたの、あれ?ワウカムデストロイ、久々に来たな。さあ、俺のことをどうするつもりだ。北海道はもう捨ててやろうではないか。俺のラーメンダーマスを、黒い顔を食べているがいいわ。占有物件がどんどんなくなっていく網走刑務所、裏にたどり着いたら、なんとそのちょっと19件で174億だぞ。うひょー、たまらない
でございますね。なんだお前よりかその程度か、そして被害を受けているのは俺だけという真実どうなっているのかな。お前たちなぜ物件を持っていないんだ。物件は手に入れてなんぼだぞ。なぜ貴様ら一軒も物件持っていないで俺だけ被害を受けて174億だと。人生は何周分だよ。代わりに3億だとしたら約60周分の俺は不法廃藩置県で飛んでいくがいい。お前に沖縄の地なんかにはたどり着かせやせんわ。さらばだバイバイ。お俺の土地に土足で踏み込んできやがって。まあいいだろう。私は別に今174億程度失っても果たしても全くもって痛くないんですよっていうそんな気分なんですね。ちょっと待ってね。じゃあこっちに行きましょうか。じゃあ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 カードを手に入れます。最果て村。じゃあもう最果てる時ってさ、もうなんか剥製をしようじゃないですか。いいですねいいですね。そうすればさ、楊貴妃さんずっとさ、デストロイとかデストロイを楊貴妃さ、あれ飛ばしたらいいんじゃないか。そうだいいじゃん。そしたら俺のマイナスが少なくなりそう。陽気比あーん減らされてる。まあ174億もぶっ飛ばされたらそうなそうだろうな。それでも資産を増やしていく。私は不死鳥のように待っていくのでございます。ありがとうございました。ということで29年目終わりました。波乱の30年目幕開けしようというところなんですけれども、一旦この辺りで終了とさせていただきます。では次回もチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお楽しみください。ではまた、バイバイ。